串取りホームページの焼き鳥占いやってみた。早速やってみましょう。好きな串を選ぶ方法でやってみます。この中の一つを選びます。つくねうまいよね、つくねにしよう。結果は あなたの性格一点、人当たりが柔らかくて好印象を人に与えます。でも内面はとても気が多く遊び好き。昨日はチーズ系の彼、今日は椎茸なおじさま、明日は辛口キムチくんなど、好奇心が旺盛で新しいもの好き。欲しいものは手に入れないと気が済みません。遊び心もほどほどにすることが重要です。いつも気がそぞろなため、仕事の要領も悪く、すでに教わったことや頼まれたことなど結構忘れます。でも自分のミスを棚に上げ、周囲がちゃんと教えないせいだと思い込み、ムカつくねえと周囲を逆恨みするようなところがあります。気をつけましょう。休日の過ごし方。唯一持っている本、モームス占いを読むがすぐに飽きてしまい、流行りのショップやクラブに行ってしまう。相性の良い友達。軟骨、ポンポチ。一口で言うと、調子が良くて遊び好き。結婚するなら、銀杏。一途で地味めな性格の銀杏、どう見ても遊び好きな、つくねとは合いそうにありませんが、実は銀杏は相手の硬い殻を取り去り、本質を見抜く名人。ちゃんとつくねの長所を見抜き、散々遊び尽くし、旬の過ぎてしまったつくねを最後まで待っていてくれます。結婚してみると今まで付き合っていた軽めの相手と違って逆に新鮮。意外と当たっているかも。血液型から選ぶ方法もあります。皆さんもやってみてくださいね。説明欄に URL 貼っておきます。